二号艇三好隼人選手です。優出おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、準優勝戦は見事な差しが決まりました。船橋、手応えいかがでしたか。まあ、エンジンポートがいいんで、まあ、足に関しては。 まあ上位節一クラスだと思ってます、うん。はい、もうどの足ももう節一クラスだと。いや伸びにとか一つ一つ取ったらちょっと上はいるんですけど、まあトータルバランスで言えばまあ節一クラスかなと思ってます。はい、乗り心地も問題ないですか。いや乗り心地に関してはちょっと不安があるんです。その辺もうずっと初日からペラ調整してるんですけど、まあ、なかなか来ないんで。うん ちょっっと困ってますでは、優勝戦向けての作業というところでもやはり乗り心地をしっかりと求めていってというとそううですねもうその辺が来たらもう一丁握ってハンドルも切れると思うんでその分、足につながると思っているので、まあ、そこを、まあ、ペラ外回りでカバーしていいいきたいですねはい、優勝戦は2号艇となりましたが、はいえー、外のメンバーなどもご覧になってコースはいかがでしょう。うんそうですね まあ前付けを決定戦なんでまあ前付けには来るとは思うんですけどまあちょっとコースが遠くなりすぎるようだったらまあ深くても主張しようかなと思ってるんですけどまあその辺は臨機応変に水面で考えたいなと思ってます。はい今節のスタートの見え方はいかがでしょうか。まあ勘通りといえば勘通りなんですけどうんどうなんですかねまあ。 ちょっと攻めきれてないかなっていう部分はありますね。はい、までは明日もまあ、特訓などで再確認をして、初戦を思いきってというそうですね。もうメンタルが来たら行けると思うんで、まあその辺集中してまあ、メンタル高めていけば、まあスタートもついてくるかなと思ってます。はいそれでは最後にファンの方へ向けてメッセージをお願いします、えー。大村大好きです。買って帰りたいと思います。応援お願いします。